2024年1月に海上自衛隊第4護衛隊軍が XQ Twitter の公式チャンネルにおいて、第4護衛隊軍司令部が第3護衛隊軍第3護衛隊母港舞鶴所属の、ヘリコプター搭載護衛艦 DDH ヒューガに乗艦する合同訓練を実施したことを発表したね。さらに、X2 ヒューガが難所とされる関門海峡を通過する様子を撮影した画像を公開したぜ。さて今回は護衛艦ヒューガが関門海峡を通過した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。この合同訓練に参加したのは舞鶴基地を母港とする第3護衛隊軍第3護衛隊所属のヒューガと第7護衛隊所属の夕立に、呉基地を母港とする第4護衛隊軍第8護衛隊所属の霧雨、同じく呉を母港とする護衛艦隊第12護衛隊所属の海霧と阿武隈の五隻であるが、なぜこのような各護衛隊が混成された艦隊編成となったのか、またなぜ第3護衛隊軍のヒューガに第4護衛隊軍司令部が乗艦していたのかについては公表されておらず理由は不明なんだって。現在の護衛艦隊は、米下の主力部隊として4個護衛隊軍エスコートフロケラが編成されていて、各護衛隊軍司令は海将補が就任しており、1個護衛隊軍はヘリコプター搭載護衛艦 DDH1 隻にイージス艦などの艦隊防空ミサイル護衛艦 DDG1 隻と、汎用護衛艦 DD2 隻からなる1個護衛隊 DDH グループと、艦隊防空ミサイル搭載護衛艦 DDG1 隻と汎用護衛艦 DD3 隻からなる1個護衛隊 DDG グループの2個護衛隊の8隻で編成され、4個護衛隊軍計32隻が有事に備えているんだ。海上自衛隊ではこの4個護衛隊軍を保有することで、訓練などについて周期的にローテーションを行いながら、常時1個ないしは2個の護衛隊軍を高度な連成状態に置きつつ、外国からの脅威に対する即応体制が整えられているね。そして、4個護衛隊軍を構成する32隻とは別に、護衛艦隊直轄の5個護衛隊に計16隻の護衛艦小型及び旧式の汎用護衛艦が配備されており、有事においては沿海防衛用の戦力として地方総監が運用を行うことになっていて、平成26年度以降に関わる防衛計画の大綱においてこの護衛艦隊直轄護衛隊が6個護衛隊に拡大されることが決められ、護衛艦の定数も合計54隻まで増加する予定だな。インターネット上のブログなどでは、今回の合同訓練の目的よりも第4護衛隊軍が X の公式チャンネル上に上げた関門海峡を通過するヒューガの画像が話題になっており、基準排水量13,950トン全長197メートルと海上自衛隊の護衛艦では現在空母への改修が進められている。出雲型護衛艦に次ぐ大きさであるヒューガが、本州と九州の間にあって、最も狭い箇所では幅500メートルしかなく潮流が速く海上交通の難所とされている関門海峡を通過したことに対して驚きを持って伝えられているぜ。ヒューガ型護衛艦は海上自衛隊が運用するヘリコプター搭載護衛艦 DDH で、海上自衛隊としては初の全通飛行甲板を持つ護衛艦として、2004年度平成16年度予算でヒューガが、2006年平成18年度予算で伊勢が建造され、その後の同じく全通飛行甲板を持つ出雲型護衛艦出雲と加賀のベースともなったんだ。基準排水量13,950トン満載排水量19,000トン推定値全長197メートル最大幅33メートル、深さ22メートル喫水7メートル高さ48メートルの艦隊は出雲型に次ぐ大きさであることから、狭く危険なイメージがある関門海峡を通過したことを軍事系ブログなどが大騒ぎしているんだけど、関門海峡を通過できる船舶は喫水が最大で 11.4 メートルまでとされていて、喫水が7無のヒューガ型護衛艦の通行が可能どころか、基準排水量19,500トン満載排水量26,000トン全長 248.0 メートル最大幅 38.0 メートル水船幅 29.6 メートル、深さ 23.5 メートル喫水 7.3 メートルと、ヒューガ型護衛艦より一回り大きい艦隊である出雲型護衛艦も通過することができるよ。それゆえに、
日向方護衛艦や出雲方護衛艦が関門海峡を通過することは珍しいことではなく、特に瀬戸内海の呉基地に所属する日向や香川基地から東シナ海に進出する際には、関門海峡を通過していくのはごく普通のことってわけだな。また関門海峡では、民間の船舶においても巨大な貨物船やタンカーが日常的に通過していて、海上保安庁の関門海峡海上交通センターが提示している関門海峡航路に入港する大型船の予定情報を見ると、2024年1月19日には全長288ムデ総トン数が10万トンを超える超大型の LPG-LNG 船が通過する予定が入っているなど、日向方護衛艦よりはるかに大きな船舶が日常的に通過しているぜ。関門海峡は、本州山口県下関市と九州福岡県北九州市を隔てている海峡の名称で、両岸の地名である馬関現在の下関市の旧称から取った関と、門司現在の北九州市門司区の門を組み合わせたもので、かつては穴と海峡、馬関海峡、下関海峡などと呼ばれていたこともあったね。氷河期以前は陸地だったけど、最終氷期約7万年前1万年前の寒冷期にこの地に発達した河川ができて、花崗岩の岩石を削り流して窪地になったところに、気候の温暖化で海水面が上昇し、その窪地に海水が入り込んでこの海峡が出来上がったとされているよ。本州と九州を隔てる水路は大瀬戸と呼ばれ、本州の西端となる彦島と本州を隔てる水路が小瀬戸あるいは岡戸海峡呼ばれていて、メインの航路である大瀬戸の幅は、平家滅亡で有名な壇ノ浦とメカリの間の関門橋が架かる早友の瀬戸では約500の狭さで、その付近の潮流は大潮で最大10ノットを超えることがあるぜ。そのため大型の船舶が通過できるとはいえ、この潮流の速さに加えて海峡全体が S 字に屈曲していて見通しが悪い上に岩礁や暗礁も多いため海難事故は絶えないのも事実であり、呉所属の護衛艦が通り慣れているとしても通過に細心の注意が必要であることに違いはないぜ。海上自衛隊護衛艦が関係した海難事故としては、2009年に発生した護衛艦クラマと韓国船籍のコンテナ船カリナスターが衝突して双方が炎上する衝突事故があるね。この事故は10月27日午後7時56分頃、カリナスターが釜山から大阪に向かって関門海峡を航行中に、前方を航行していた貨物船クイーンオーキッドを追い越そうとした際に接近しすぎて衝突しそうになったため、慌てて取り舵左方向への転換を切ったことによって、最も幅が狭い関門橋付近で対向してきたクラマと衝突したものなんだ。この事故によってカリナスターとクラマの双方に火災が発生し、カリナスター本船は積み荷のコンテナ内からの出火が約40分後に消し止められ、クラマは艦首部が大破して乗員6名が軽傷を負ったが、カリナスターは右舷船首部付近が大破して積み荷のコンテナが複数損壊したものの乗員に負傷者はなかったみたい。この事故については、カリナスターが先行する貨物船を無理に追い越そうとして接近しすぎたことがそもそもの事故原因であるとされたんだけど、護衛艦クラマが衝突当時27ノット時速 31km の速度で航行していて、関門海峡においては船舶の速度が厳しく制限されているにもかかわらず、何もない洋上を巡航するような速度であったことも事故を誘引した要素の一つであるとされたね。このように関門海峡が危険であることから、岩礁などの浅い部分を浚渫して航路の幅を拡張すべきとの声が以前から挙げられているが、海峡の海底下には国道2号線の関門国道トンネルや、鉄道在来線用の間門鉄道トンネルと新幹線用の新関門トンネルなどがあるため、今以上の浚渫は難しいとされているな。また、関門海峡の海底には太平洋戦争末期にアメリカ軍が投下したマーク25や、マーク36などの機雷がまだ数百発残されているとの情報があり、船舶が触雷した報告もあるぜ。そのため海上自衛隊では下関基地隊を下関市に置き、第43掃海隊掃海艇豊島浮島を配備して、今でも関門海峡の機雷掃海の任務を与えているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。